編集長のベガです毎日コメントありがとうございますえー、本日のテーマはですねはい「えー、世界は一つにつながっていく」ってことでですねはいこちらのテーマをはい行っていきたいというふうに思いますはいえっ、ー、と「世界は一つにつながっていく」ってことでねあのー、新年2発目なんですけどまあ今年からですね皆さんにですねまああのー 全体を俯瞰してもらうためにね、あの去年、ヨドバシカメラで買ったこちらのです、ねはい、地球儀の方をねあの、眺めていただこうかなっていうふうに思います。まあ、この世界が1、ね、つにつながっていくわけですよ、はい、あの完全在宅で一瞬で、はい、無料に近いようなその価格で一瞬につながる、例えば、まあ、日本とインドだったり、日本と中国だったり、まあ、オーストラリアとインドだったり。 まあ、そういうような人たちがです、ね、オンライン上で,です、ねはい、あの一瞬で無料に近いような価格でつながる、もっと言えばこちらのです、ね、スマホで、はい、ワンタップでつながるような未来が待っているあの人類の,、ね、あの最終ゴールに向けて皆さん頑張っていくということになりますね。はい 世界は一つに繋がっていく。こちらのね。あの地球儀をご覧になりながらね。はい。いい地球儀なんではい。今年に、ね、もね。はい、えー、こちらのね。あのー、地球儀をご覧にな,なりながら、このテーマで皆さん頑張っていただければと思います。サブタイトルになりますが、本日のね。 はい世界、えー、世界は一つにつながっていくっていう中でですねサブタイトルはですね一つにつながっていく世界についてこれない、えー、中高年シニア管理職ってことでこちらのですねはいてあの、サブタイトルをテーマにですね本日はねちょっと長々と、はい、動画を作成していきます非常に重要な内容になりますこれはあのー、ちょっとね、あのー、サブタイトル聞いてちょっと 不愉快に感じた多いと思いますが、ものすごい重要なことをね、今日申し上げていきますので、はい、まあ、3連休明け、絶対にこれ、聞いてお,おいてくださいね、もう絶対重要ですから、まあ、あついてこれない中高年シニア管理職ということで、はい、でですね、はい、えーとですね、まずはですね、昨日ですね、ちょっとアップされた、はい、マレーンポストさんのね、 はいヤフーの記事ね、はいリンク貼っておきますので、こちらに貼っておきますので、そちらの方をご覧ください。そうですねそはい今ね、私もですねマネーポストさんのねはいあの記事をね、はい今、確認してるんですけど、まあワンルームで在宅勤務、もう限界、1人暮らしのはいあの若者の悲鳴ってことで記事があるんですけど、まああの、まあ、こういうようなその記事で。 あ,あるということで昨、まあ、昨日ね、はい、昨日ねの、はい、1月11日、はい、15時配信ということで、このです、ね、動画を作成しているのは、まあ、12日の午前中なんですけど、はいまあ、そういう記事があったということで、はい、これね、あのー、絶対ね、あの皆さん、こういう記事をご覧になるときは、ね、もしあなたがお金に苦労したくないとか、稼ぎたいとか、 まあ、そういうことを思っているんだったら、絶対いいですね、はい、あのー、もうずーっとメルマガ上で書いてるんですけど、あのー、消費者目線ではなく、発信者目線で見てくださいね。でですねこういう記事を、はい、あの見るときに必ずですね、意識するのはね、はいあの、見てる人は誰かっていうことをまず意識してください。はいこれはね、最も重要なんで。えなそういういことは ちょっと家庭に関してはあの省略させていただきますが、まずです、ね、前提として挙げられるのは最も重要なのは記事を見てる記事っていうのはねマネーポストさんのさっきの記事なんですけど、うんはい、見ている人の需要に合わせて書かれているってことですこれが最も重要です。あの 独りよがりで自分勝手なことを書いても誰も見てくれないっていうことです。まず前提として。はい。で、はい、で見てる人の需要に合わせて書かれている、この見てる人って誰なのはいで。これはですね、はい、今ちょっとマネーポストさんのいろいろな記事を拝見させていただいたんですけど、はい、私がちょっと調査したら、はいえー、これです。見てる人の多くはだいたい50代から70代。 まあちょっと、うん、ここはですね60代かもしれません、うんちょ、ちょっとこの50代から60代、70代の中高年シニア世代、はい男性ですね、はいちょっとすみません、この人たちがですねまあ,あの結構多く見てる、はいるケースが多い、でそういう人の多くはですね結構まあサラリーマンで管理職であるケースが多いんですよ。はいで,ですねまあ、まずみみ 前提として挙げるのはこれ見てる人は要するに50代から70代、はい、中高年シニア世代の男性ってことですねでまあこういう世代の方はですねまあ最近の若者はみたいな感じで言いたいわけですよだから結局そういうような感じで、はい、思いたいでどう思いたいかっていうのもね記事に書かれてる記事をね今見てほしいんですけど あのテレワークとか在宅勤務に関してもう限界とかメンタルが壊れそうとか心身の限界とか、まあ、そういうようなことをね、あのー、思っているのは実は後であので、ー、説明させていただくんですけどこの50代から70代の中高年シニア世代の方が多いケースが多いはっきり言って。<laughs> じゃあ、そう思いたいっていうふうに思ってるっていうことをね。まず前提としてあげ。はい、これはね、最も重要です。で、そういう世代の方はですね。まあ、会社の管理職として、まあ、あの。要するに、はい、権力を持ってるってことですね。はい、で。私、ここもね、あの。はい、いろんな人、あの。投資関連で、いろんな人研究してるっていう。はい。言ってますけど。 こういう世代の方のですね、はい、価値観もうあのちょっとねあの楽してもう簡単に何もしないで稼ぎたいっていうちょ,ちょっとねあれなんですけどもうそういう意図はちょっとあれなんですけどまあ一生懸命頑張ってる会社の,その管理職としてトップにその、はい、上り詰めたという人の、ね、価値観の多くはですね <laughs> 直接、人と会うのが営業の基本っていうような価値観が多いです、私の調査で。はい、で、本当にねあのこう、この価値観を持ってたら危険だし、持ってる人とが上に立ってたら今、危険ですよ。今、コロナの影響で、結構、東京、やばいでしょ、やばいものにもかかわらず、あの緊急事態宣言が発令されてるにもかかわらず、 普通通り出社して人と会ってたらコロナ爆発的な直接人と会うのが営業の基本って思ってたらもう早かれ遅かれ結構行き詰まるし結構英国発のその変異種みたいなものすごい危険でしょなので危険だというふうに思っていただければと思いますはいでですね、えー、危険だしではいまあ、今後であのー、申し上げておくんですけどあのー 今後ね、さらにそのテクノロジーが進化によって、ね、オンライン化がどんどん,どんどん進んでいくでしょうで、VR 化が進んだ未来には、完全在宅で本当に、本当にねあの、今はそうじゃないんですけど、こういうような感じで、実際に会ってるっていうような未来にだん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 なっていきます。え実際、私とあなたが直接、 ですね、合っている、リアルで合っているような、はい、臨場感を世界中のどこにいても体験できるような要するに未来になっていく、まずそういうような時代の方向性というのを覚えてほしいしで、こういうあの直接人と会うのが営業の基本とか仕事の基本っていうふうに思ってたらね、まあ、とんでもないことになって <laughs> あの、クラスター感染する可能性が非常に高いので、気をつけておいてほしいですね。はい、で であの結構ね、はい、マネーポストさんの,、ね、あのタイトルとは裏腹に若者たちの悲鳴っていうような感じで書かれてるんですけどあの実際です、ね、コメント欄には、ねはいえー、自分は、まあ、あの在宅勤務が自分には合ってるとか睡眠不足もなくなったとかでこれですよね、えー、私いろんな人とああの会ってあの話聞いてるんですけど。 はいあのオンライン上でね、これが多いですね、だから去年もね、あの自殺率が20%も激減したとかあったじゃないですか、嫌な人と直接会わなくていいっていうような、す,すごいストレスが解放されたみたいなので、結構ね、ものすごいポジティブなあの意見が多いっていうことです。はいなので、はいにもかかわらずですね、さっき申し上げたですね、はいまあシニア世代の管理職の古い価値観でですね、 あ言っていいのかな古い価値観でですね結局テレワークはあまり進んでないわけですよで古い価値観を持ったら人がですね上に立つどん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 その時代の進化に対応できなくなっているっていうことですはいでそういう人の影響を受けたあなたも、えー、どん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 ,どんその時代に遅れていく可能性が高いので気をつけていただければと思いますまあちょっと油断なんですけどで結構はいまあそういうような感じで みんなの意見としてはですね、まあ、若年層の方を中心に、ね、慣れたっていうのが57%パーセントもいるわけですよ。だからさっきの意見ってあの要するに悲鳴って何なのっていう話じゃないですか。うんまあ、慣れないが43%ということでまあまあそういう,もう私もです、ね、結構会社をクビになったんですよ。はいまああのーまあ、こういうような感じで自己主張とかすごいするので。 まあそれからね結構ネットビジネスもう本当に一人でネットビジネスもう何もない状態でネットビジネスに参入してもうなんかブログだけで世の中につながり始めたっていう状況なんで <laughs> すごい状況からたかあの生き抜いてきたなっていう感じですよね今まあそういうような感じで結構あのいかに危険かっていうことですね。 古い価値観で,でテクノロジーの進化についていけない人が上に立ってったらで本当に危険なんで,で私ですね、はいまあ、今ねあの会社で撮影してるんですけどあのマククで、ででドドナルドでテレワーすすることが多いんですよ、はい、でその時ですねいろんな方あでマク、はい、いっぱいいると思うんですけど Mac、ね、であのハンバーガー食べてる人はシニアの人もいれば若い人もいます。 はい、私より結構年上のシニアの方もいますし私より、ねはい、年下のこう20代とかの若年層の方もね,ですね、はい、で私よりです、ね、年下の若年層の方なんかね MacBookPro なんか使ってあ Mac の、ねはい、ノートパソコンのことを MacBookPro って言うんですけどガン,ガン,ガン,ガンあの動画編集なんて行ってますよ。 ええ、それに対して私よりこう年上のさっき言ったような方はですね、はいまあ、あのシニアの方はです、ね、いまだに紙だ媒体、はい、日経新聞とかスポーツ新聞を読みながら、まあ、紙とペンで文字を書いてるような状況になります、はい、もう本当にね、あのー、そういうような状況で明らかにねあのシニアの方は時代についてこれてないっていう感じがします、はい、それだけじゃなしにそういうような人が上に立ってる人も 影響を受けて、どん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 時代についていけなくなる可能性が高いのであの、気をつけていただければと思います。で、本当に今後ですね、さらにですねあの、オンライン化に VR 化が進んでいく可能性が高いっていうふうに思ってます。で、それも昨年のです、ね、10月に、はい、世界であの発売されたんですけど、大ヒットしてまして、私、毎日使ってます。ものすごい臨場感ですよ。で、こ,れこ,この機器を使って、 あのねはい、オンライン上でこうバーチャルの,そのチャットとかできるんですよ、はい、ネットであのいろんな YouTube も見れますし、どの映画館にいる,いるような感じになりますね、はいものすごい迫力で、オンライン上で本当、世界に,につながることができるってことです、でこの絵をです、ね、仕掛けたのはです、ね、Facebook だっていうことです。Facebook のはマークザーク・ッカ マーク・ザッカーバーグ CEO が世界戦略としてですね VR 化をどん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 進めていくっていうこと話したらいろいろ長くなるんですけどまあ経営者として世界中から優秀な人材を在宅勤務であの <laughs>。 確保したいってことでオキラスを世界中に広めるキャンペーンを今やってるってこと、はい、それはフェイスブック上でも世界が一つにつながっていくってことでまあ実際に合ってる臨場感を作っていきたいっていうような野望を持ってるってことですまあ実際会ったことはないですけどまあまあそうだそうだと思いますなのでまあまあまずねあのこういうのを購入してほしいしまあそれで最新のテクノロジー を体験していただければと思うし、まあ、それで、ね、vr の専門家になっていただくのがいいのかなっていうふうに思ってます。でですね。まあ、あのー、いずれにせよですね。まあ、中高年の方のですね。はい、結構デジタルが弱いっていうのは、ね、私自身ものすごいはい。知ってますしまあ、そういうような方にちょっと染まってはいけないんですけど。 はい、な,なので、まあ、世界は1つにつながっていくってことで、本当にテレワークも慣れてほしい、オンラインを通じた要するにコミュニケーションにも慣れてほしいし、VR に関しても慣れてほしいってことです、す、うん、ちょっとねあの、オンライン化が進んでテレワークだと、4月の,、ね、あの緊急事態宣言の時もそうだったんですけど、運動不足になるケースが多いんですよ。え運動不足になっっててしまってです、ね、結構それでですねあの私の 結構、ジムとか行けなくなってですね、で結構、あのまあ、ストレスで結構、お酒と食事量が増えて、まあ、体重がです、ね、7キロ増加したとか、まあ、そういうような方もね、あの記事に書かれてる多いと思うんで、まあ、そういう方はですね、これを使って結構、今後はね、VR スポーツなんかが、ね、結構おすすめですね。はい、これもね、PS4 の時からそうなんですけど、 クリード・ライズ・トゥ・グローリーってボクシングの、ね、VR スポーツやってたんですけど、これがね、はい、この中で買えるんですよ。<laughs> ええまあ、そういうような感じで、VR スポーツを通じて,て完全在宅でスポーツをやる習慣を身につけていただいて、本当に <laughs> ものすごい迫力でボクシングやったりできますからね。まあ、そういうような感じで、でテレワークで本当、空いた時間にこれを使ってスポーツができるってことは本当おすすめですね。はい まあそういうような感じで結構、運動不足になってしまった結,、まあ、結構ね、あのストレスが溜まって、お酒でこうストレス解消するのは絶対ダメだと思います。もしそういうような方がいればですね、あのお酒でストレス解消したり、お酒で睡眠不足を解消するのではなくて、必ず運動で、はい、ストレス解消をやってほしいな。 っってていう,ふうに思ってます大体ですね、まあえー、運動したらです、ね、ストレスも解消するし、肉体的に疲れてるので、睡眠も、ね、解消されるっていうのを私自身分かっているので、はいまあ、そういうような感じで、まあ今日はね、ちょっとはきのう、あの Yahoo!、ー、の記事に関して、あのー、レビューさせていただきました、はいで。最もやっぱり重要なのは何かってことは、まああのー、一つの記事は誰がその記事を見てるのかっていうことで、で もう1つは、ですね、はい、記事を見ている人の需要に合わせて、要するに記事っていうのが書かれているっていうのは圧倒的ってことで、で。もう限界とか、そういうようなことを考えてるのは、まあ中高年の方が多いってことで、まあ、今日の朝もね、ちょっとあのマックに行ってたんですけど、まあ、シニアの方、のんびりしてる人が多いですね、うん、変化に適応するのがちょっと遅いっていう感じがしますよね。はい まあ私自身もね、あのどん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 年を重ねてもねうーん、なんとなくなんとかなれば変化に適応できなくなってると思うんですよ。うん、自分自身、ものすごい厳しい環境で育ってきたからこそね、はい、誰よりもこう変化に適応できる人間になっていったというふうに思ってるんですね。はいまあ、そういうような感じで、まあ、私自身もね、一生かけて、ね、頑張っていくつもりなので、皆さんにね、あの長期的な、はい。 あの感じで、はい動画をご覧いただければと思います。はいで,ですね。まあ皆さんがですね、ネットで大金を稼いで笑顔で過ごせる日を心からお待ちしています。ベガでした。ありがとうございました。